ミルチア・レドニクは、ルーマニアの元サッカー選手、サッカー指導者。ヨアン・アンドネは親友。ルーマニア代表として、UEFA 欧州選手権1984、1990フィファワールドカップの代表メンバーに選出された。現役引退後は監督業をはじめ、ラピド・ブカレストで、リーグ優勝 FC バスルイのリーが一昇格と、残留など優れた手腕を発揮する。 ディナモブカレストでは、開幕13連勝という記録を残して、リーグ優勝を果たすも、UEFA チャンピオンズリーグ予選で SS ラツヨに敗北し、辞任した。ラピドブカレスト監督に3度目の就任を果たしたものの、成績不振で辞任する。ディナモブカレスト監督に復帰するがリーグ優勝を、逃したために解任された。二千九年には、ロシア二部のアラニアウラジカフカスの指揮を取るも、 昇格には失敗した。2010年よりアゼルバイジャンの FK ハザル・レンコラン監督に就任した。2012年にはルーマニア国内での指揮を再開したが10月からは現役時代にプレーしたベルギーのスタンダール・リエージュの監督に就任した。2015年5月ディナモ・ブカレスト監督に再度就任した。外国人選手の補強を行うことが多い。 ありがとうございます。